市案内センター副所長のなぎらと申します。よろしくお願いします。これからね、3時まで発掘をしていただくんですが、その前にいわき市アンモナイトセンターのことと、化石について少しね、お話を聞いていただいてから外に出て発掘をしたいと思います、ね、ちょっと狭いですけどね、しばらくご辛抱いただきたいと思います。でも皆さんね、うまい具合にこの午後いらっしゃったんですよ。午前中ね、ちょうどこの場合いたんです。救急でした。ちょうどいいぐらいの人数だった。ちなみにいわき市の方です。いわき市の人、あれもっとなんかいたような気がするんですか。だいたいいわきの方はね、午前中はいらっしゃらないんです。午前中ね、のんびりしててね、午後からそろそろ行ってみるかなーなんて、ね、午後はいわき市の方が多いんです。で、じゃあね、遠くの方、私が一番遠くだと思われる方、ですね、昨日あたり広島から来たいらっしゃったんですけど、じゃあちょっと遠い、宮城県、はい、結構いらっしゃいますね。常磐のデッキさんがね、結構開通したんでいいですね。じゃあ関東の方、はい、まあ、もう関東の方多いですね。じゃあ関東よりずっと西の方、ああ、今日はやっぱさすがに帰る心配もあるのでね、こういう方はやっぱり午前中ですかね。ちなみに今回初めての方どれぐらいいらっしゃいますか。結構何度もいらっしゃった方いるんですね。まあ、何度かいらっしゃってる方もね、お分かりでしょうけど、初めての方、まあ、もちろん皆さん目的は発掘が目的なんで、ここはどういう場所かっていうのは当然お分かりなんでしょうけども、実はこの辺り、いわき市でも北の方ですね、お隣すぐ広野町という違う町になりますけれども、昔から古い地層が結構地上に見えて、地上に出てることがね、知られてて、例えばお家を建てたり道路を作ったりして、もう削るとですね、アンモナイトゴロゴロって出てくるんですよ、ね、そういうことは地元の方はみんなご存知だったんですけど、なかなか広く知られてないということと、そういう貴重な化石をなんとか守っていかなければならないということで、じゃあどうするかなっていうことで考えて、どうせならもうその化石が出てる地面そのまま打ち立てて保存しちゃえばいいじゃないかということになって、できたのがこのいわき市アンモナイトセンターなんですよ、ね、アンモナイト、ご覧になった方お分かりでしょうけど、アンモナイトが出てるまんま、ね、今まさに地面から出たまんまの状態で屋根を作っちゃったんですね。そしてそのまま保存と皆さんに見ていく、こういう施設はね、世界でもあまりないんですよ、ね、1つか2つ、まあ、1つはアメリカにあるんですが、2つですね、アンモナイト非常に珍しい施設で、さらにね、もっと言うとこの展示してある同じ地層を直接発掘できる、皆さんの今日のね、目的と1つである発掘ができる、こういう施設はまず他にないと。ではね、そのアンモナイトセンターの地層、ね、化石は古い地層から出ますから、どれくらい古いかっていうと、ずっとね、地面は何もなければずっと下に行くほど古い地層があって、だんだん上に行くほど新しい地層になるんですけれども、アンモナイトセンターの地層は中生代と呼ばれますね。白亜紀白亜紀、ね、白亜紀というと恐竜が大繁栄していた時代です。恐竜の時代、ね、それとアンモナイトが、ね、大体同じぐらい時期に繁栄していたんです。この中生代白亜紀の地層がアンモナイトセンターの地層です。でこの辺りの地面というのはですね、向こう海なんですよ、太平洋海に向かって緩やかに傾いてる。ということはね、この地層が地上に見えてる時は細長く南北に帯状にこう並んでるんです、ね、海の方に近くなるほど新しい地
層、山に近いほど古い地層、3つ並んで、この全部まとめて深場層群、地層はね、地名をつけます。で、双葉というのは福島県の浜通り、双葉群という地名になっている。例えば原発のあるところが双葉群、大熊町という地名がついている。それを取って双葉層群という名前がついているんですが、海に近い側から玉山層、ね、双葉サウルスが見つかっています。双葉サウルス、どうですか、双葉サウルス知ってる人、はい、なんだっけ、双葉サウルスは、うん、本名は双葉鈴木流。ピンポン、ピンポン、すごいな、世の中詳しいですね。日本名は、ね、双葉鈴木流、双葉サウルス鈴木という。ここから直線で2キロぐらい離れているところに海流の里、海の流、海流の里センターというのがあるんですけど、その近くで見つかったのが大変有名な双葉サウルス、双葉鈴木流です。で、ちょっとこちらに来ると笠松層、これは陸で堆積した地層です。ですからそんなに厚さはないんですけれども、琥珀が見つかる。琥珀、皆さん大好きでしょ、琥珀ね、ね、皆さん左目を輝かせる。あの午前中の発掘でもね、琥珀何点か見つかってますからね、楽しみにしてください。琥珀といえばね、アマチュアで有名になりましたね、岩手県の富士市で、千葉県の銚子、そしてここ岩手、この周辺が日本でも有数の琥珀の産地で、一番山側に来ましてアンモナイトセンターのある芦沢層、これは浅い海の地層です。海で堆積した地層ですから、アンモナイトとかね、クビナガイ、サメの歯、はい、そういった化石がたくさん見つかります。それを3つ合わせて双葉層群と言います。はい、これアンモナイトセンターの層です。この黄色いラインの下が中生代白亜紀です、ね。この黄色線より上はもっと新しい時代です。でこの線より下、今ちょっと立ってますけれども、この一方が立ってるあたりが大体アンモナイトの中の地層と同じ。この地層をこれから皆さんが発掘するわけです。でアンモナイトセンターの中、よく見るとですね、これ一個一個みんなアンモナイトあるんです。アンモナイトが非常に集まってる、ね。どうしてこんなに集まってるか、まあいろんな説が。